井川さんの方から定期点観測についてご報告を簡単にさせていただいて、その後私ちょっと一部申し上げさせていただいて、ということでよろしくお願いします。じゃあ、はい、では私の方からすごく簡単にご説明いたします。お手元に調査結果があります。表紙の冒頭に書いてありますけど、今回の調査は、6月1日から6月10日にかけて実施いたしました。いたしましては、震災後の日本経済の回復と言われています。概要はそこに書いてありますので、後でお読みいただければと思います。簡単に表に沿って、ご説明いたします。1ページ目、日本経済の現状と見通しでございます。グラフがついてございますが、右側の方にこうリンクシャフトとなっています。前回景気判断指数は、4、6大きく落ち込んだ後、地区回復する、こういうイメージになっています。具体的な数字はその下の方、図表1、2シャドウのところをご覧いただきたいんですが、今回 の、 評価ですけれども、緩やかに拡大しているというふうにございます。先が減って、その代わり横ばい、緩やかに後退しているという先が 29.2、21.5% 増えて、その結果、判断指数はマイナスの 3.7 大きく落ちる形になっていますけれども、今後の見通し、その右側の欄、ご覧いただきますと、拡大している、緩やかに拡大しているというところが増えています。それで、緩やかに後退しなきゃいけないという形で、指数としても28.5、こういうふうに増えています。で、この後半、7月から12月にかけて、景気がそういうふうに展開するだろうという判断する根拠は、その次のページ、3ページの下半分。10項目別にどこが増えるかということで、上から3行目の政府支出が増加するだろう、震災対応もあって政府支出が増えるだろうということを期待されて、39.8% の人が立ち上がる根拠を挙げています。それからまた今回はサプライショックということでございましたので、その一番下の生産あるいは販売がですね、従業員のような成長化する、増加するということが 28.3% として、根拠として取り上げてあるんです。以上が景気の判断ですけれども、企業の売上、収益、設備投資のほうに5ページに見まして、5ページの売上でございます。下の方に、具体的な数字が出ています。図表4に製造業では売上高増収というふうにお答えになっている先が、このシャドウオフィスタ4636.7一番多くなっておりますし、翌期7分も 43.6 多くなっているということで、増収一応見ていらっしゃいます。非製造業はちょっと違ってまして、46横ばいあるいは減収お答えになったところが 36.9% と、これが多くなっています。翌期も一応横ばいではないかというふうにお答えになっているのが 46.5% となっています。これがですね、利益の方、経常利益の動きの方は次の通り6ページになっていますが、製造業、売上の方は増収ということでございましたが、46利益の方は減収、減益というふうにお答えのところは 47.4%、 翌四地区も 39.5%、一応減益方向ということを見通しております。非製造業の方は、下の方で46減収というふうにお答えになっているんですが、42.5は強いかったんですけども、四地区に関しては横ばいぐらいになってくるのではないかと 47.1% の予想を持っていて、設備投資ですけれども、7ページ、図表6に下半分をご覧いただきたいんですけれども、製造業は2010年度と比べて増額するというふうにお答えになっているところが 51.2% 5割を超したということです。非製造業は2010年並みの横
いというふうに答えたところが 49.4% ということで、全体として設備としては5人。それで製造業が増額とお答えになっているわけですけれども、その内容ですけれども、下増額設備投資の内訳ですが、メインから4番目、維持補修更新等の投資、維持補修関連の投資を中心に設備投資の増額ということ、一応その日本経済の提供関連はトピックスの方に全体的に1ページに飛ばしまして、9ページ震災後の日本経済の回復についてございます。ここではですね、被災地にある自社の拠点、あるいはサプライチェーンにある企業の、が被災したためにですね、影響をいろいろ被っていると思いますが、その被った先の事業の回復状況はどうかということを問うたものでございます。図表8をちょっとご覧いただきますけども、この棒グラフが、左から影響はあったけども回復した、1ヶ月以内に回復する、1ヶ月後に回復する、それは2ヶ月後に回復する、3ヶ月か4ヶ月後に回復する、秋まで、10月まで、こんな風になってまして、一応全体としてこうご覧いただきますと、3、4ヶ月後まで、秋までに回復するというお答えの先を全部合わせますと、60.0% になります。6割の先が秋までには回復する。で、もともと影響はなかったとお答えになった先が 21% ありますので、秋までには 81% が正常化するというような感じになります。製造業はもう少しシビアに影響を受けておりまして、大変だったわけですけれども、同じように3、4月まで秋までに回復、4月後、4ヶ月後まで回復するという先を全部出しますと、これ73.2%。影響がなかったというのは 6% でございまして、これを入れますと 79.5%。 いずれにしても、8割前後の先が、秋までに何度か成長化するということでございます。下半分ではその日本経済の回復について現時点で確率が高いと考えられる2つ挙げてみますと、図表9ですけれども、福島原発の事故の収束、それから電力供給体制の改善、2つ目のバランスに関わっています。次に電力供給体制に関して供給制度が続くわけですが、いろいろ節電対策をされているというのが図表10で、見て取れますが、下半分の図表の11、東京電力、東北電力管内で、前年比 15% 削減ということが発表になっているわけですけれども、この取り組みの達成度合いはどうかということです。全体というところをご覧いただきたいんですけれども、すでに目標達成のメドがついて、ついていないが、今後つくりとした取り組みを合わせますと、86.1% だと、一応、メドをなんとつくりとは、というふうに言っているということでございます。それから、11ページ、下の方ですけれども、そして電力の節電をしている中で、これが生産への悪影響、あるいは売上の悪影響が及ぶことはないかということを、問うたわけですけれども、先ほど12ページではですね、一応、節電をするが、生産、あるいはまた売上に大きな影響が及ぶことはない。そういうことがないように節電する、こういうふうになっておきたいなという先が 70.1% という、先はなんとか節電になっています。生産には引き出さないようにしたいということで、下半分は電力供給の安定化のために取り組むべき課題は何かということを言っております。図表13ですけれども、太陽光発電などの利用拡大、あるいは原子力発電所の安全基準を強化した上での稼働を継続、諸島で総発売り、あるいは電力会社の地域独占の見直しというようなところが挙げられています。で、最後に今後の政策課題ですけれども、震災後の復興に向けて政府が重視するという課題でございますが、日本の14、
最後に、日本経済を成長するための優先課題ということですが、というと、ここが財政経済界に向けた税と社会保障に対する2番目が PPP の交渉への参加、あるいは PPPA の提供者、あるいは動画ダウンビルの交渉への提供を進出し、2番目、3番目が規制改革の推進、まあ、こんなところを優先していくというか、あと、いろいろと説明し残したところがございますけれども、時間がある人はどうぞご覧ください。